どうも、ヤマスンでございます。本日はですね、プロボクサーの紹介をしようかなと思います。そこまでですね、世間的に知られている選手ではないんですけれども、まあちょっとね、マニアックな私ではちょっと目に留まった、選手になります。ミドル級の選手ですね。赤井英五郎という選手ですね。アマチュアの戦績がありまして、14戦8勝6敗 4KO、RSC 勝ちということで、いう、アマチュアの戦績を持っておる選手ですけれど、まだプロの戦績はね、ない。プロデビューがまだの選手になります。この選手はですね、全日本選手権ミドル級でベスト8になってますし、2018年全日本社会人選手権ミドル級優勝している、選手なんですけれども、このね、名字のこの赤井っていうのを、見ると分かるんですけれども、この赤井秀和選手ですね、元プロボクサーの選手なんですけれども、ロッキーですよね。言わずと知れた選手になるんですけれども、この選手の、息子さんということになりますね。スーパーライト級で、数々の実績を残しておりまして、世界タイトルマッチ、王座挑戦して、結局、王座を取ることはできなかったんですけれども、ただね、スーパーライト級で、世界タイトルマッチをやった選手の息子さんになります。この選手がね、ついにプロデビューというところで、ちょっと目に留まったんで、この選手と紹介してみようかなと思います。ちなみにですね、2021年の9月11日の土曜日に、東日本新人王の初戦が、あるという選手になります。この選手はですね、なんか大学に入ってからボクシングを始めたみたいですね。はい。なんで、ボクシング経歴っていうのは、なんでこれだけ、アマチュア戦績もそんなにないんですけれども、そんな中でですね、なんだかな、2000ぐらいやってもいきなり全日本選手権に、行っちゃったっていう選手で、全日本選手権も初戦勝って、で2戦目が強い選手と戦って、そこで敗れてしまったんですけれども、ベスト8まで行っていると。そして2018年のこの全日本社会人選手権っていうのは、参戦してるんですけど、その3戦とも KO 勝ちというすごい剛腕な選手ですね。この選手の試合はですね、YouTube に検索したら載ってるんでですね、アマチュアの試合見てみると分かるんですけれども、本当にね、これパンチ強いんだろうな、絶対パンチ強いんだろうなっていうようなパンチを、ブンブン振り回してくる選手になります。ミドル級とは言いながらですね、身長はそこまで高くないんですね。179センチだったかな。それくらいの、180センチないぐらいの身長なので、言うほど背がでかくないんですけれども、背がでかくないミドル級の選手ということは、剛腕パンチですよね。もう剛腕ファイター、タイプ、ということになります。この選手はオーソドックスの選手ですね。サウスポーじゃないっていう選手なんですけれども、オーソドックスでブンブン振り回してくる選手って本当怖いですよね。で、この人はですね、私と同じですね、1994年生まれということで、同い年なんですね。ちょっと親近感が、湧いているところであります。はい。2021年9月11日の興行で、デビュー戦があると。この興行はですね、日本ライトフライ級の王座決定戦であったりとか、日本ウェルター級挑戦者決定戦があったりして、ちょっとね、注目の興行ではあるんですけれども、それの、アンダーカードかな。アンダーカードで、試合が組まれております。定見ジムで、プロデビューをするということなんで、相当ね、しっかりと、準備をしてデビュー戦に臨んでくるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、9月11日もうあと1ヶ月ちょっとかな、したらですね、この赤井秀和選手の、息子さん、赤井英五郎選手のデビューになりますね。必ずね、もうこういう、なんだろうな、2世選手っていうのは誰々の息子って言われるのはね、もうこれはしょうがないんですよ。その中でですね、勝っていくしかないと思うんですね。私はあの運よくというか、当たり前のごとく2世ではないんで、はい、私の父親の名前が出ることはないんですけれども、ただね、この赤井英五郎選手に関しては、これだけね、偉大な父親を持ってるんで、必ずその父親の名前は出てくると。その息子だ、その息子さんだっていうふうには言われると思うんですけれども、そのね、プレッシャーの中、あとはひたすら勝つしかないというふうに私は常々思っております。はい。ということでね、この、父親の、何恥じないようなね、ボクシングをしてくれると思ってますんで、ぜひね、この試合ちょっと注目して、私は見ていこうかなというふうに思います。今回の東日本新人王ミドル級のね、
最有力候補だと思ってますんで、ぜひちょっとね注目してみてはいかがでしょうか。はい、ということはちょっとね今日は短めなんですけれども、まあ、プロボクサーの紹介、まあ現役のプロボクサーの紹介になりました。またね、まあ、現役のプロボクサー、それからもう現役引退してはいるんですけれども、昔有名だった選手の紹介動画とかも上げていこうかなと思いますんで、もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではバイバーイ。